皆さんはじめまして、ナナです。本日は静岡県にあります川のホテルゴルフコース、富士コースのラウンド動画になります。ここは富士山系レディースクラシックの会場でもあり、景色が綺麗なゴルフ場としても有名なので、そのあたりも楽しみながらご視聴いただけると嬉しいです。7番ってどういう感じのホールですか？7番はもう本当に富士コースが全部詰まってるようなイメージの、ちょっとご覧ください。広大グリーンだったり、奥が危なかったり、で2番目に高いバンカーもあったりとかっていう、詰まってますね。セカンド勝負のところだなと思います。なるほど、はい、確かにセカンドの距離感とか大事ですね。そうですね、本当にフェアウェイが2つに分かれてるんですよ。はいはいはい。ちょっと右にちらっと見えるのが右の上の段のフェアウェイで、はいはい、ここのバンカーとバンカーの間をまっすぐ行くと下の見えないフェアウェイに行きます。はい、なるほど。狙い目的には、狙い目は今日は右からアゲンストだからピン狙いでしょうかね。あー、なるほど。フェードでしたらもうちょっと左ですけど、やっぱピン狙いがいいと思いますね。はい、わかりました。はい、じゃあここはピンの方向を狙っていきます。ナイスナイスナイス。はい、オッケーですね。はい、ありがとうございます。フェアウェイ、はい、オッケーです。いいところです、はい、ありがとうございます、はい、なんか後ろで打ってた時、男子の時は後ろで打ってたんですけど、道路の向こうから打ってたんですよ。ここ気をつけてください。はい、なんか後ろからもまたさらに景色違います。違いますよね、本当に本当にアゲンストになりましたね。そうですね、やっぱり後半は風出てきますね。てきて後半のインコースもすごそうな気がします。そうですね。はい、木がないから後半のインコースはもっとすごかっただろうなっていう話を、ね、インコースの方が木ないじゃないですか。あ、今日のこの風で。そうです、そうです、やっぱり後半にイン回った方が結構きつくなってくるんだろうなと思って。127がピンです。はい、ありがとうございます。ちょっと上げてますからね。いつも左にピンがあったとしても本当に右に乗せるつもりでって言ってるところなんで。あ、はい、奥はどうなってるんですか？奥はピン奥はワンペナゾーンがあります。だけど真ん中の奥はずっと30、40ぐらいこう下がってセーフなんですけど、右と同じような感じ、はい、もっと下がります、下ります。今まで126で風が上げてるので8番で打っていきます。ナエさんです。ありがとうございます。素晴らしい、難しい斜面から。はい、ありがとうございます。はい、これ右に落ちちゃった時ってやっぱりアプローチきつくなります？結構しっかり上げてる感じですか？そうですね。そして乗るとコロコロコロっと速いんですよ。あ、でバンカーに入りやすい。あ、手前に乗せないと。あ、そうなんですね。そうなんです。なるほど。じゃあもう右とか奥からのアプローチはかなり難しい。難しいですね。なるほど。手前に、右から手前に乗せても、うん、本当にコロコロ本当に行きますね。あ、そうなんですね。はい、お願いします。はい、お願いします。あ、ここだけ海からなんで、うん、右奥から左下の目ですね。あ、なるほど。はい、登って下ってみたいな感じです。
来て。ナイスタッチ。ナイスタッチ。ナイスパーです。ありがとうございます。ナイスパーです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、見ましたか。やっぱり下見てみると結構大変ですね。上がってくるのも。大変大変。風で。すごいですよね、うん、この下。奥も。いや風がすごい。ここのセカンドとグリーン上の風が違ったりするので、こっちも結構大変ですね、はい、オーバーだと下まで行っちゃうんですよ、やはり。そうすると見えないので、こちらですとかやるんですけど、また向こうに行ったりとか。確かにあります、あります。行ったり来たりしちゃいそうですもんね。寝ると順目なんで。あ、そっか、そっか、行っちゃうんですね。あ、そっか、はい、これでさらに13フィートとかになったらすごいですね。結構1月とかもう12フィートとか行くんで、うん、うち普通で12フィートとか行っちゃうんで早いですね。しかもここまで風吹かれてるとパターンの時もちょっと風が風読みます、気になりますよね。そうですよね、そうですよね。どうぞ。ありがとうございます。144で出ますかね。140ピン手前なんで、この8番パー3はどういうホールですか。はい、ここはちょっと、6個のバンカーに包まれて、うん、奥だけがバンカーがないんですけれども、うん、はいはい、左も見えないところにこう、あ、そうなんですね、ありますね、はい、手前も結構顎高そうですね。一番手前の見えてるのが顎が高いです。背より高いのであそこだけ避けたいんですけど、結構風抜けやすいんですか、ピンの方って。ピンの方も、はい、変わりますね、はい、135は最低でもないとこの手前のバンカー越えないので、しっかり打ってます。じゃあそこはしっかり打って、そうですね、はいはい、左からのフォローですね、はいはい、ピンまで144のフォローなので8番で打っていきます。右のバンカーかもですけど大丈夫ですね。右バンカーですか、ね、バンカーかバンカーの間だと思います、はいはい、ちょっと顎高い感じあります、うん、手前よりは全然低いんですよ、右とかは。手前だけ気をつけた方が、ね、大丈夫です、はい、ちょっと顎高そうなバンカーですね。56度で打ってきます。ナイスアウト、5! 5! うわー、ナイスタッチ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここを登って、ありがとうございます。あちらですね、あちらですね、はい、バンカーは結構理想な感じで行ったんですけど、パターのパッドがちょっと引っ掛けて入っちゃったのでボギっちゃいましたね。残念です。16
すいません。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。大きいのですか。9番パー4、短いパー4。そうですね、308ヤードの短めのミドルで、はい、ピン見えますよね、はい、右の上の段もフェアウェイがあります。ここもやっぱりこう2段、はいはい、2段になってますね。風が左からなんでバンカー方向でちょうどいいのかもしれないですけど、もし右の段行く場合はあの屋根、はいはいはい、小屋の屋根 のやつですね。ちょっと右端を狙うと205ヤードで上の段行きます。あ、なるほど、はい、どっちかですね、はいはい、お願いします。じゃあ風左から来てるのでピン方向を狙って少し流れていけばいいかなっていう感じで打ってきます。グッショー、ナイス。いやー、いいとこです。ありがとうございます。フェアウェイです。飛んでました。フェアウェイ左側からでも全然問題ない感じです。あ、もういいですね、あそこ、はい、平らなんで、はい、大丈夫です。打つときに風が強くなったね、はい、そうですね、すごい飛びましたし、フォローになってくれたので、距離しっかり出てくれれば嬉しいなという感じですね、うん、あそこがホテルなんでかなり歩きましたね。そうですね、歩いたというかね、来ましたね。そうですね、本当に結構移動距離長いですね全体的に、うん、よし、69、70、78、5ヤード、73がエッジですね。エッジからは16です、はい、エッジまでキャリーです。ピンまで87ヤードですね。50度で打っていきます。ピン方向、ナイスです。ありがとうございます。ピン方向ちょっと大きかったかな、はい、止まってるといいですよね。そうですね、止まってるかもしれないです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ですね、右カップ、ちょっと右カップで、止まれ止まれ、うん、OK、止まれ。最初の、ね、このカラーが、カラーが逆目なんですよね。だからこれぐらい欲しいです。もうカップ外したくないですね。はい、はい、しっかりで、しっかり目ですね、はい、はい、惜しい惜しい惜しい、キュキュッと切れましたね、惜しい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとバーディーパットも芝に負けちゃって、出だしからラインが出なかったなっていうので、またボギーになっちゃってもったいないなと思いますね。でもここ短いので最後バーディーチャンスかなっていう感じですね。はい、調査チョール超えてみてどうでしたか。まあ、スコアもそうですけど、うん、印象的。そうですね、午後はやっぱり風が出てきてまた雰囲気が変わったので、全然前半と後半でさらに楽しめたかなという感じしますね。スコアはちょっといまいちだなっていう感じですけど、
でもいろんな景色ありますし、ちょうどいいところにバンカーもあるので、かなりいろんなマネジメントができて楽しいなって思います。ありがとうございます。今日キャディやっていただいた鈴木さん、ありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございます。またいらしてください。はい、楽しかったです。ありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございます。なんか笑顔ですよ、はい、ちょっと終わって一安心かなっていう感じですね。景色も良くて、ちょうど今日晴れてくれたので楽しく回れました。良かったです、本当に。どのあたりが緊張しましたか？こういうの初めて、ね、はい、初めてだったので、いろんな自分のゴルフのこともそうですけど、やっぱりどういう風にしたらコースよく見てもらえるかなっていうので、いろいろ考えて、すごく頭を使ったなっていう一日でした。朝からそう、なんか普段のディーンゴルフの動画は結構ワイワイしたような動画なんですけど、ちょっと今回はそういうのじゃなくて、あのちょっと落ち着いて、はいはいはい、いいコースをちょっと見てもらいたいなと思って、僕もあんまりこう口をこうなんかこうなんていうの、こう笑わすような感じとかできなくて、はいはいはい、またちょっと変わってテイストかなと思ったんだけど、そうですね、まあ、ちょっとやりづらくて初めてでさっきやりづらかったので、これで合ってんのかなっていう方向がわからないまま進んでる感じだったので、ちょっとそれはビクビクしながらのラウンドだったかなと思いますね。でもでもプレイはやっぱすごいね。いや全然全然、リカバリーとかもいいとこ持っていくもん、うん、そうですね、やっぱり今日はそっからがちょっとうまく回らなかったなっていう感じですけど、まあね、次回はちょっと撮影にも少し慣れたと思うんで、うん、ちょっともうちょっとね、そうですね、自分らしさとプレーをっていう感じで、はい、そうですね、はい、もうちょっとしっかり練習して、いろいろゴルフのことも考えて、いいコース楽しく回っていければなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。